今日はハロウィンか。タケミチ君、今何してんのかな。よし、電話かけちゃおっと。ちびりで。いつもすぐ出てくれるのに。あ、タケミチ君。やっほー、ひな、ハッピーハロウィン。あ、エマちゃん。今、タケミチ君って言ってた？言ってない、言ってないよ。ハッピーハロウィン。いきなりごめんね。今日さ、せっかくのハロウィンじゃん。うん。なのにマイキーもドラケンも喧嘩かなんかで捕まんなくてつまんなくてさ。私も暇してたから電話くれて嬉しい。ほんと？あのさ、よかったら夜うちでハロウィンパーティーしようよ。仮装してお菓子作りするとか。いいね、楽しそう。仮装やりたいやりたい。せっかくだからマイキーたちも誘ってやりたかったな。ねえ、絶対みんな仮装とか似合いそうなのに。ねえ、マイキー赤ずきんちゃんとか。なんで女の子の仮装なの。でも意外と可愛いかも。でしょ。じゃあドラケンくんは。ドラケンはフランケンシュタイン。似合う。じゃあ三ツ矢くんは博士だね。そのままじゃん。じゃあタケミッチは。タケミッチくん、そうだな、吸血鬼とか。君の血が欲しい。あ、急に黙ってどうしたの。ちょっと別に、君の血が欲しいとか想像しちゃったの。やだ、なんでわかるの。おー、何もない、何もないから。